いやー、マジで後半戦やけど、俺はこの二人が鍵になってくるんちゃうかなーってマジで思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあオールスターも、まあ終わったというところで、まあいよいよ後半戦に突入していくと。いう時期に入ってきましたけども、まあ今年のジャイアンツね、僕ずっと見てましてね、間違いなくこの二人が鍵になってくるだろうなというふうに今日ね、思ってることをね、皆さんに伝えさせてもらおうかなっていうふうに思ってます。まあその選手ね、たくさんいて、まあ正直ね、正直言ったら誰もかけてほしくないし、もう誰でもかけてあかんのよ。かけてあかんのよ。だけども、強いて、まあ、投打の、一人ずつをね、上げるとするならば、間違いなく、攻撃では、僕は丸さんだと思うし、ピッチャーの方で言ったら、間違いなく戸郷だろうな、っていうふうに僕思うんですね。ちょっと今日は、その二人の理由を含めてね、お話していきたいな、っていうふうに思ってます。はい、まあ、前半戦のね、戦いを見てきまして、まあ、いろいろありました、ジャイアンツね。初め、全く打てない。っていうね、状況から、まあ、ピッチャーがよく頑張ってくれててっていうところ。で、そっからね、ヘルナンデスが加入してきたりとか、いろいろね、打順が固定できたりとか、いろいろしてきまして、で、今ね、打撃も、すごく状態上がってきてると。で、ピッチャーも、まあ、非常にも、リリーフ、先発ともにね、よく頑張ってるから、まあ、周囲に、いるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、今年を語る上で、まあ、絶対に欠かせないというか、うん、間違いなく、まあ、主役とまでは言わないかもしれんけど、間違いなくね、重要なのは、僕は丸さんだと思うんですね。もともと開幕なんかは7番を打ってました。で、丸さんって、まあ、その広島からね、移籍をされてきて、まあ、非常にいい選手だと。もうそんなことはみんなわかってるというところなんですけども、やはりこう、ね、広島の時の印象があるから、やっぱりそっから見ると、やっぱずーっとね、成績下降気味だったんですね。で、去年に関して言えば、成績全然出してないんですね。で、ジャイアンツに来て、キャリアでワーストなんですよ。うん。ワーストの成績だったんですよ。ジャイアンツに来てね。で、やっぱそういったところから、やはり開幕前っていうのは、まあもう丸はもう衰えてきてるよと。まあもう無理やと。もう、まあ、下位打線で、まあそこそこやってくれたらいいわ。っていう、おそらく認識だったと思うんですよ。もう実は僕も、まあそういう認識だったんですね。なんだけども、はじめ7番でスタートした打順がですね、途中からですね、新岡ヘッドコーチの助言でね、まあ出塁率が丸は高いから、1番がいいんじゃないか。まあ負担もあるけども、年もあって、まあ足腰にね、負担が来るかもしれないけども、丸が1番いいんじゃないかっていうところを、安倍監督にね、進言をされまして、で、そっからね、丸さんがずっと1番入ってるわけですけども、めちゃくちゃハッスルしてるんですね。めちゃくちゃ打ってるんですね。もうそんなの皆さん分かってると思うんですけど、めちゃくちゃ打ってるんですね。で、やっぱり丸さんってホームランバッターというか、まあある程度まあ中距離打者だったんで、まあ30本ぐらいホームランを打つ、こともありましたけども、今年に関してはもうめちゃくちゃね、ミート打撃というか、ボールをコンタクトするのにね、めちゃくちゃこう、なんて言うんだろう、専念してるんですね。で、まあ一番打ってるからっていうところで、まあ出塁っていうところもそうだし、まあ今年ね、ボールがあんま飛ばないとかいうふうに言われてますから、そういったところですごくうまく適応してるなっていうところはありますと。で、まあ丸さんのコメントなんかも聞いてても、なんかその、今までは、ちょっとぼやけてたと。タイミングの取り方がぼやけてたというところなんですけど、今年に関しては自分の中で、なんかそのはっきりとタイミングを取るときに、ああ、ここで取るっていうのが見えてきてるみたいな感じでコメントされてたんで、そういったコメントをされるっていうのは非常に、状態がいい調子、いい証拠だと思うし、非常にね、打線を牽引してくれてるというところです。まあ正直、まあ2番の吉川選手とか、まあ3番のヘルナンデス選手とか、4番の岡本選手とか、もうみんな抜けてほしくないし、抜けたらダメなんですけど、強いて言うなら僕は丸さんなんですね。で、丸さんがそれだけ1番バッターで引っ張ってくれてて、で、2番の吉川選手もいいつなぎ。で、ヘルナンデスが、まあ少し最近はちょっと状態は落ちてきてますけども、非常に、打率が高いというところ。で、4番のカズマも、打点もね、しっかり稼いでくれてると。で、まあ、岡本じゃないのって、岡本ヘルナンデスじゃないのっていう風なね、意見もあると思うんですが、まあ、岡本選手に関しては、まあ、非常に体が強いと。ほとんど怪我で離脱したことがないというところ。まあ、若さも含めてね、大丈夫だろうって。まあ、岡本選手抜けたらね、そら大打撃ですよ。そらやばいよ。
ああ、いや、もう多分ね、優勝できないよ。間違いなくね。抜けたらね。だけども、まあ、岡本選手の体の強さ、若さ、などをね、考慮して、まあ、岡本選手は、大丈夫かなっていうところ。で、ヘルナンデスも、まあ、もちろんね、重要な、プレイヤーではあるんですが、まあ、その僕は、丸さんの方がね、一番として引っ張ってくれて、そっからね、打線がこう、活性化したっていうのがあるので、僕は丸さんが今抜けられたら、またちょっとやばいなって。で、そこにじゃあ、誰入れんのって、若手の外野手になるじゃないですか。萩尾選手であったりとか、岡田選手であったりとか、まあ、その辺になるじゃないですか。若林選手とかがね、入ってくると思うんで、丸さんの代わりっていうのは今年に関して言えば、間違いなくできないというふうに思うので、まあ相手のね、球団もね、一番に丸さんがいて、いきなりカツンって行かれて、そこからね、吉川、ヘルナンデス、岡本、大城というふうにね、つないで行かれるから、多分嫌なわけであって、そこに例えば一番にね、他の違う選手が来てたら、多分また変わったね、印象を持たれると思うので、そういったところで僕は丸さん、打の方で言ったら丸さんが抜けてしまったら、相当今年はやばいし、変わりはいない。まあ、みんないないんだけど、丸さんが今抜けられると、マジでやばいなっていうふうに思うし、やっぱ年齢もある程度いってるというところで、ましてや打撃も調子がいいっていうところで、結構怪我するときって、調子がいいときとかっていうときに、こう、肉離れ起こしたりとかっていうの結構あるんで、そこはね、マジで注意してほしいなっていうふうに思います。で、ピッチャーの方、僕、戸郷を挙げました。で、戸郷はやっぱエースだと僕は思ってますし、やっぱり、戸郷がエース対決というかね、カードの頭というかね、そういったところで、投げていってね、うん。まあ、エースと戦ったところで、負け出したらですね、結構きついなっていうところはあって、やっぱり、戸郷ね、うん。まあ、そういう自覚とかもあると思うし、まあ、ね、いいピッチャーなんだけど、そこでね、後半戦で負けが込んでしまうと、やはり結構ね、精神的にもね、チーム的にも、あ、戸郷で負けたみたいな。戸郷で負けたやばいな、みたいな感じの雰囲気がやっぱ出てくると思うんで、非常にね、難しいと。だから戸郷が、やっぱり頑張らないと。後半一番厳しいところで、頑張ってくれないといけないんじゃないかな、っていうふうに思います。で、ローテを変えたんですね、巨人はね。で、表のローテが、まあ、山崎、グリフィン、戸郷と。で、裏のローテが赤星、井上、菅野というところで、まあ、これ見ても、どう考えても、表の方に力を入れてるんですね。で、山崎、グリフィン、戸郷でしょ。で、表の面が、広島と阪神と当たることが非常に多いんですね。だから、多分、その力を結集させるというかね、そこに絶対負け越さないというかね、絶対負けないというところで、そのいいピッチャーたちを持ってきたと思うんですね。で、裏ローテが、まあその赤星、井上、菅野というところで、ちょっと正直弱くはないけど、弱いんですよね。まあ、はっきり言うと。で、そこは、まあ他のね、ヤクルトであったりとか、中日とか DNA とかっていうところの試合がね、裏ローテには、組み込まれてるんで、まあそこで、この3人たち、3人、赤星、井上、菅野がどんだけ踏ん張れるかっていう、3連敗だけは絶対ね、やめてもらいたいっていうふうに思うし、でね、やっぱり、あんまりこう、裏ローテのこの赤星、井上、菅野が、早めに降板したとして、で、リリーフ陣をね、続き込んでっていう風な話になってくると、またその表のローテの時に、つぎ込めなくなったりとかするんで、できるだけね、この裏ローテの、この赤星、井上、菅野っていうところが、まあ3連敗をしないようにね、まあ、負け越し、まあ1勝2敗ぐらいだったら、まあまあまあっていうところはあるんだけど、そこはね、思いますし、だからそういう計算でやってんのに、で、戸郷が負け出したら、もう多分ね、優勝間違いなくできなくなってくると思うんで、まあ、一人だけ上げるとしたら僕は戸郷だと思いますけども、間違いなく後半戦ね、ローテが編成されたんで、赤星、井上、菅野っていう、この裏のローテの3人で、まあ、なんとか2勝1敗。まあ、悪くても1勝2敗ぐらいでいかないと、でね、中継ぎ陣もあんまりこう、めちゃくちゃいっぱい、早めに降板して、つぎ込むみたいな形になってくると、表ローテでね、絶対勝ちたいっていうふうに思ってるところが、負け出してきたらね、ジャイアンツの優勝っていうのは間違いなくできないなっていうふうに思うので、まあ非常にそういったローテの意図からしても、まあ阪神と広島に対して、熱く、分厚くやっていくと。で、そこは絶対落とさないと。でも、裏ローテでも、ちょっとね、多少表よりは、力は劣るけども、なんとか頑張ってくるよっていうところの意味合いもあると思うので、
そういったところで、何度も言いますけども、戸郷がね、うん、負け出すと。まあ、山崎よりもそうですけども、グリフィン。まあ、グリフィンとかはね、もうすごく調子がいいっていうのはあるんで、まあ、戸郷ですよね。どう考えても戸郷がある程度やってくれないと、ある程度というかね、いいピッチャーで投げ合うのは間違いなくね、しんどいと思うんですけども、打線もね、なかなか援護がなかったりするかもしれないんですけど、それでもね、粘ってね、それがエースだと僕は思ってますから、頑張ってもらいたいなと。いうふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、投打の、まあ、後半戦誰が鍵になるっていうところをお話していきました。まあ、いろいろ意見あると思います。まあ、岡本選手だとか、ヘルナンデス選手だとか、吉川選手だとか、岸田選手だとか、大城選手だとか、いろんな意見あると思います。ピッチャーでも、山崎伊織だろうとか、いろいろあると思うんです、あると思うんですけど、僕は思うにね、丸さん、ダの方では丸さん、ピッチャーの方では、戸郷というところで、まあ、この二人が、しっかりやってくれたら、うん、今年の後半戦に関してはね、しっかりやってくれたら、ある程度、前半戦もね、安定した成績出せてましたんで、安定したその野球というかね、うん、しっかりした野球、強固な野球というのができてたと思うので、そこがね、抜けなければ、しっかりある程度やっぱ仕事をやってくれれば、優勝争いをね、できると思うし、それこそね、9月か、いい時期にね、セプテンバーに、優勝できるんじゃないかっていうふうに僕は思いますんで、まあ、非常にいい状態で来てるんで、怪我だけはね、やめてもらいたいなっていうのはあるんだけども、そんなもね、みんな注意してやってるし、うん。だけどもやるときはやるしっていうのがあるので、ぜひね、ジャイアンツ、後半戦、久しぶりの優勝をね、見てみたいというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあ、バイバイ。